今回は腹筋をいじめたいド M さんにおすすめです。カエル足の状態で、でんタオルを1本使うことで腹筋に2倍効かすことができます。なかなかお腹に効きにくい、腰が痛い、首が痛い、そういった方にはめちゃくちゃおすすめなやり方になります。今回の動画を最後まで見ることで、今までお腹に効くのに時間がかかっていた腹筋、簡単に腹筋に効かすことができる方法が分かってきます。最後まで一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、めちゃくちゃお腹に効く腹筋というのを紹介していきます。フロッグバタフライといったやり方になります。今回はタオルを1本使いますので、持ってる方はぜひね、今から取りに行って用意しておいてください。タオルがない方、タオルなしでも効きます。だけどタオルがあった方が効きます。お腹に効かすポイントとしては、お腹をとにかく締めることができればお腹に効きやすいです。ですがやはり腰が浮いてしまってお腹に効きにくい、頭を起こすと首が痛い、そういった方も多いですから、初級、中級、上級紹介していきます。で、今回の腹筋、上級者の腹筋ができた場合、あなたは腹筋マスターです。いろんなエクササイズをしても効果的に効かすことができて、どの腹筋をしてもお腹に効かすことができてきます。そして腹筋に効かすためには、とにかく自分でお腹に力を入れなければいけません。それはなぜか、自重だからです。自重の場合はとにかく使う筋肉に意識、使わない筋肉にも意識する必要があります。要するに、使う筋肉以外に力が入ってしまうと使う筋肉への負荷が逃げてしまうので、どこを意識して行うのかって言われると、使う筋肉なんですけども、だけど使わない筋肉を力が入らないようにする意識っていうのがとても大切です。もちろん力がある人はそこに力が入るので、使わない筋肉には力が入りにくいです。ですがそこに力がそもそもないよって方は、そこに意識が行きにくいので、そこじゃないところに意識が行かないようにしなければいけません。要するに、使わない筋肉が力まないようにやらないといけません。そこで今回すごくね、このタオルでそこだけに意識をすることができるので、他の力が抜けてより腹筋にガツンと効くようになります。初級から順番にやっていきます。今回たったの5回で決めていきましょう。5回でお腹をしっかり使い切っていきましょう。体力温存してはダメです。5回でお腹の力を使い切る、その意識でやっていってください。それでは初級からいきます。はい、まずタオルを使うんですけども、タオルで足をひっつけて固定します。やり方としては、足の裏合わせてタオルを巻きます。で、巻いたら足の甲でこのようにね、合わせてキュッと縛ります。そしてこのタオルの中にもう一回入れ込んだら、少々ではこれがほどけませんから、このようにしてください。足の裏合わせてタオルを一周ねじります。ねじったところにもう一周巻きます。はい、これで少々引っ張ってもタオルはほどけません。これでタオルをぐーって横に引っ張っときながら腹筋を行うんですけども、横に引っ張ることによって自然とね、お尻とお腹に力が入ります。これは引っ張る力が強いほどお腹に効きます。なのでしっかり横に引っ張ってください。で、初級は首が疲れちゃうと思うので、寝たままで腰をしっかりつけて、膝開いて、これで足を動かしていきます。初級は呼吸3秒、1,2,3 上げる、1,2,3 上げるっていうのを5回です。この場合腰が浮いてしまうとお腹に効きにくいので、もし腰が浮く人は手を上に伸ばしてみてください。肩甲骨を
寄せちゃうと腰が反れやすいので、肩甲骨をあえて丸めることによって、手を上に高く上げることによって腰がつきます。これで3秒息吐いて上がって息を吸う。これを5回です。タオルをしっかり引っ張っていきます。ゆっくり行きましょう。それでは行きます。3、2、1、GO! 1、2、3。1、2、3。お腹締めて。1、2、3。OK! 今ので腰が浮かずにできた方は初級編としてはクリアです。次に中級編です。中級編は呼吸5秒です。息を長く吐く方がお腹に効きます。中級編は足を下ろした時に手が万歳、足を上げる時に手も起こす、フロッグの足で V 腹筋をする感じです。しっかりタオルを引っ張って、ここから息を吐きながらふー1、2、3、4、5で帰ります。足を下げて手を伸ばすことによって腰が浮きやすいです。その腰が浮かないようにできるとお腹に効きます。5秒間息吐いて5回中級やっていきましょう。それではいきます。3、2、1、GO! 1、2、3、4、5、せーの、1、2、3、4、5、せーの、1、2、3、4、5、あと2回、1、2、3、4、5、ラスト1、2、3、4、5。 OK! 息をしっかり吐いてタオルをしっかり引けばお腹に効いてます。最後上級編頑張っていきましょう。上級編は10秒間息を吐きます。それを5回、かなり効くと思います。この初級中級やって腰に来てる方は腰痛くなっちゃうので上級はまだ控えた方がいいです。今んとこお腹に効いてるよって方は上級チャレンジしていきましょう。上級はフロッグバタフライです。バタフライの手の動きをします。足を上げた状態で体を起こします。このまま起こしたまま手を振って手を遠くにふー10秒キープで、上半身保ったまま息吸ってふー10秒キープ。これを5回です。息は10秒吐き続けます。口を尖らして腹圧かけてふーっと吐いてください。気合い入れていきましょう。それではいきます。タオルはしっかり引っ張ってお尻締めてお腹へこませて上体起こして3、2、1、GO! 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 2回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 3回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 4回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト、タオル引っ張って1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! お疲れでした。いやー途中ね、やはりね自分に甘いせいかタオルを引っ張る力がね弱くなってました。途中で意識してねさらにタオルを引っ張ったんですけど、引っ張ることによってさらにねお腹が辛くなりましたね。このフロッグのバタフライ、タオルを使ってやることによってめちゃくちゃねお腹に効きます。そして腰を丸めてお腹を締めて息をしっかり吐くので
お腹がすごいね、引き締まりやすくなります。お腹っていうのは力を抜くと出ます。力を入れてお腹をへこますとへこみます。その間ぐらいで日常生活を送ってますから、お腹をへこます力がどんどんつくと、お腹をへこまして生活が楽になります。なので実質お腹の脂肪が取れなくても、お腹がねへこます力がついたらお腹へこむんです。なので今回はね、しっかり腹筋を1日ね1セットでもいいです。初級から上級までやってもいいです。1日1セット動画を見ながら一緒に頑張ってください。頑張った方、勉強になった方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。 SNS されてる方は説明欄からよかったらフォロー、そして動画のシェアしてもらえたらありがたいです。今回もご視聴ありがとうございました。